初週を飾るビッグトーナメントにスタープレイヤーが勢ぞろい。ほとばしる若さと磨き抜かれた技とがぶつかり合う爽やかなドラマにご期待ください。朝一プロ野球ニュース。エキサイティングな感動の連続、やっぱり目が離せないプロ野球。人気も熱気も最高潮の J リーグ。スポーツの感動と興奮を朝一番から私たちがお伝えします。これを見ないと一日が始まらない。ぜひご覧ください。サービスタタタタタタタサービス。散髪って気持ちいいね。人に喜ばれる仕事で私もやりがいがあります。どうかしたのかね。大丈夫です、お客様、後ろだから見えません。サービスフジテレビ。女子プロレスファンの皆さん、こんばんは。お待たせいたしました、日本武道館でございます。これから熱戦の模様を次々にお伝えしてまいることにいたしましょう。まずずらりと並んでおります豪華な今日はゲストの皆さん、早速ご紹介することにいたしましょう。まずデイリースポーツ運動部のね、おなじみの阿部正行記者でございます。よろしくお願いします。阿部さん、はい、日本武道館ですね。そうですね、全日本女子にとっては8年ぶりのね、はい、武道館。8年になりますか、もう。今年4月のね、うん、横浜アリーナ以上のこう、あ、そうそうそう、いい試合を期待したいですね。ね、まあ、私もですね、もう随分長く、全日本女子プロレスの実況中継やってますが、確かね、ビューティーペアの時代に3回やったんです。そうですね、はい、ね、そしてクラッシュの時代に1回やって、これが5回目ってことね。うん、どうですか、はい、ライオネス飛鳥さん、はい、思い出しますか。思い出しますね、うん、あの時はまだ私は23ぐらいだったと思いますけど、23、ね、うん、その年のジャパングランプリに勝って、うん、あの大人にいる当時の、うん、当時のチャンピオン の、うん、あのジャガーさんに挑戦したんですけど、そうか、あえなく私は3カウント取られてしまいましたが、ね、いい勉強になりました。ありがとうございました、ジャガーさん。いいんだよ、あっという間だね。そのアスカがもう今40だもんね。いや、ジャガーさんが50を迎えましたちょうど30になりますね、今年。そうか、なりました、はい。私間違ったら、私23歳の時だから、あんた21だよ。あの時23ですって、皆さん。まあ、いくつになっても女性は、ね、年齢に関してはシビアだから。そうそう、ね、綺麗であればいいのよ、いくつになっても。じゃあ残念だったね。トゲがあるね、今は。本当、いつになってもね。ジャガーの思い出はどうかな。そうですね、まあ、私は9年いて1回しか武道館は出れなかったんですよ。あ、まあ、ビューティーペアの時代っていうのはセコンドとかね、あのそういったものしか出れなかったですから、まだ新人だもんね。だからそういう意味では、今の若手っていうのはね、うん、こう大きい舞台に出させてもらう機会がありますから、はいはい、いい勉強になるんじゃないかなと思いますよね。横浜、アリーナ、日本武道館、とにかくそうですね、こう声出ることが何もレスラーだけじゃなくて歌手の人だってね、そうですね、本当に夢だと思いますよ ね。しかも、まあ、横浜アリーナで、まあ、1戦目が実現しましたけど、うん、私たちの時代でできなかった対抗戦ということもありますから、新しい時代を迎えてるもんね。いい時代なんだと思います、はい、そしてそういう時代にぴったりのお客様でございますね。萩原敦さん、ようこそ。はじめまして。今日はどういったカードを、ね、期待してますか。そうですね、やっぱり井上選手と、うん、神取選手、うん、あと北斗選手と風間選手のシングル2試合をすごく期待してます。そう、はい、うん、いろいろあったからな。特に神取選手と北斗選手は、まあ、相手チこそ違いますけどね、はいはい、アリーナでめちゃくちゃすごい試合見せていただいたんで、だから今回もすごい期待してますね。そうだね、ほとんど見てないですよ、もう全日本女子の試合はほとんどね、全日本女子プロレスのパンツがね、嬉しいですね。今日は2人ともしっかり頼むよ。我々仕事ありましたっけ。いや、僕ありますよ。あります、あります。じゃあ宮根さんだけですよ、何にもないの。今日は女子プロレス観戦ツアー萩原さんと同じよーっとかって今日ダメです。今日がはしゃぎすぎです、先輩。いや、本当にジャガーと同じでね、僕も悪い後輩を持っちゃってね、うん、まあ、いつかまた2人でタッグを組もうね。将来怖いですよね、新しい時代を作ろう我々で。さあ、それでは緊張して日本武道館、これからプレーボールです。
から飛び出したピーターラビットと仲間たちがアニメーションになってビデオで登場。愉快で可愛い仲間たちが繰り広げる楽しいお話。好評発売中。素敵。もうご覧になりましたか？ありがとう。忘れないよ。夏休み最後、感動の思い出に、水の旅人。K-1 イリュージョン、ランワン。世界の強豪は日本武道館に集結。 K-1 の夢、今よみがえる。チケット絶賛発売中。お求めはご覧のところまで。200年の歴史と伝統を誇るキーロフバレーのくるみ割り人形。世界のトップスターが出演。チケット好評発売中。お問い合わせはご覧のところへ。選手、今日もハイトーンが場内に響き渡ります。 FMW の新井翔一リングアナウンサーより全選手の紹介です。試合、肉弾野戦地対スリリングを時間制限5対5イリミネーションマッチを行います。青コーナー NBW 150番のレオンスタイムレイ。今日も顔面のプリントが光ります。レオ北村、キックには定評があります。大沢ゆかり、ハンダミキ、縦横無尽に動き回ります。ハンダミキ、ハーレー斉ヌンチャクを振り回しています。これがハーレー斉藤。240番のイーグルサワイ、女子プロレス最重量選手イーグル沢井です。全日本女子プロレス170番のバット吉永、この表情バット吉永、140番の下田美馬、下田美馬も鋭い眼差しであります。右手を大きく上げた三田悦子、140番の南鈴鹿、南鈴鹿、そしてやはり頂点はこの人、ブル中野。さあ早くもリング上揉めている。10人の選手が入り乱れています。この試合をさばきます LLPW のトミー・ラン。
この10選手を分けました。真っ赤なコスチュームに身を包んだレフリーでありますが、さあこの5人の選手を分けたが、いきなり先制攻撃は全日本女子プロレス。ここでゴング、さあ早くも入り乱れての戦いになりましたが、阿部さん、この時間無制限イルミネーションマッチということなんですが、まあ、ルール上は最後に残った方のチームが勝ちというわけですよね。そうですね、コールされたものがね、次々と試合する権利を失ってね、どちらが最後に残るかということですよね。なるほど。ということは飛鳥さん、やはりこう最初に潰される選手というのはおのずとだんだん分かってくるんじゃないですか。そうですね、レオ北村が攻められています。狙われてますね。完全に標的はレオ北村か。まさにこれが女子プロレスといったような華やかな対戦。10人の選手が入り乱れております。またあのジャガーさん、はい、こういった試合というのはもう誰が残るかというのを予想するのも楽しみの一つじゃないですか。そうですね、さあ早くも場外、レオ北村、そして10人の選手、長崎さん、くちゃになっています。とりあえずね、はい、飛んだのは全部 LLPW、全部そうですね、各所でね、5箇所で飛んでましたけどもね、全部 LLPW の選手です。イーグルが飛びました。イーグルも飛びましたね。さあリング上はブルナカノ、そしてレオ北村であります。これあれですか、ジャガーさん、はい、あの予想という意味ではジャガーさんの予想は誰なんですか、最後に残るのは。いや、予想というか、やっぱブルーに勝ってもらいたいですよ。なるほど。やはりこう師匠としてもですね、そうですね、ブルーに勝ってほしいという思いを込めてということですね。さあこれは公式形にしておいて、さあ下田美馬が飛んだ、後頭部強打。萩原さん、はい、こういったイルミネーションマッチというのはどうですか、ご覧になって。いや、なんかわけわかんないですね。どこ見ていいかわかんないでしょ。見ていいかわかんないですね。大体ですね、あのやはりリング上だけじゃなくて、その場外での戦いもありますからね。そうなんです、全体をこうなんとなく見てるような、そういう感じで見ていただきたいと思います。客観的に見ます。はい、さあ全日本女子プロレス大ファンの萩原雅人さんはどの選手に声援を送るんでしょうか。さあ固めていった、島田美馬、相手は大沢、いや半田美希、ネックブリーカー。これね、試合始まる前からね、あの下田美馬、もう半田美希しか見てませんでした、ね、あ、そうですか。あの試合がゴングが鳴る直前にですね、ちょっといざこざありましたでしょう、あの最初の火種はね、この2人です。そうですか、はい、この半田という選手もネックブリーカーを得意技にしています。と出たこのキック、場内が大きく盛り上がります。さあ2段元からハイキック、そしてマシエリー、いろんな角度からキックが飛び出してまいります。エルボー落とした、バット吉永、そして登場したのは南鈴鹿全日本女子と、これはネックブリーカーは半田美希、よく見ていた。下田美馬に見てみろというような表情で今ネックブリーカーを2連発。そして登場したのは大沢です。またネックブリーカー、大沢怒り、スーパータイガージムでキックを習ってまいります。さあじっと青コーナーを見つめて、このキック、バット吉永、キック合戦で呼び出しました。さあそのキックを受け止めたバット、しまない、お返しです、お返しバット。さあいった、お腹のあたり、そして上からはエルボー、一連の攻撃隙がありません。バット吉永背中、容赦がありません。そして三田恵子です。長身を生かしたデスバレーボムがあります。それをどこで持っていくのか。さあチョップ、やはり見てるとね、テージの方が連携がうまいですね。やはり普段からねやってますしね、コンビネーションを見せてくれます全日本女子。さあ赤コーナーにレオ北村、やはりこれはレオ北村狙いなのか、全日本女子。下田美馬、しかしこれは体を入れ替えた、ロープに振った、もう一分、もう最初から実況の方も気を抜けません。いつ決まるかわからない。さあ一人一人どんどんと消えていくイルミネーションマッチ、最初の犠牲者は誰になるのか。青コーナーには、さあ下田美馬、でかいでかいイーグル沢井が出てきた。これはたまりません。身長170センチ、110キロ、その110キロの巨体が上からのしかかった。細い細い、この下田美馬ブロッキー状態、ハーレーが逃さない。
ハーレーも全日本女子のマットには非常に遺恨があります。何度もリングに上がっています。ジャパングランプリでも戦っています。さあその全日本のマットに登って今日は下田美誠を相手にしています。さあそしてハンダミキとの連携プレーか、いやこれはハンダミキが主導権を握った。後ろへ投げ飛ばした。さあこの飛鳥さん、青コーナーのタッチプレーですけれどもね、ちょっと目まぐるしいというかちょっと早いなという感じもするんですがね、どうですか。そういう気もしますね。まあハレ今ちょっと出ただけだしね、ハレに関して。さあ、あれを北村が飛んだ。これは振りほどいた。やはりもうちょっと何かこう見せ場を作ってからね、変わってほしいなというのもあるんですが、これを突き飛ばしたのはイーグル沢井。あとね、味方が攻め込んでもタッチするとき相手を離しちゃうんですよ。なるほどね。だからその隙に逃げられちゃったり。さあラブのね、クルーニーか、やはりこう詰めが甘いですね。やってるわけですからね。ネックブリカードロップ、ハンダミキが見せます。大沢との連携、バット吉永、後ろからあれを草村顔面強打。ブルが助けに入ります。早くも5分が経過しております。新井翔一リングアナの高い声がこの日本武道館、天井はなんと 33.5 メートルあります。その高い天井に響き渡りました。さあリング上は三田悦子、バックを取ったのはレオ北村か、バックドロップ。萩原さんどうですか、どこ見ていいかだんだん分かってきましたか。そうですね、バット選手がすごくいいですね。いいですか、声援を送りたくなっちゃいますか。もう今我慢してるんですよ。我慢してますか、はい、どうぞ我慢しないでどんどん出してくださいよ。もう全日本女子プロレス B 期で今日は萩原さんお送りして構いませんか、よろしくお願いいたします。三田悦子がお腹の部分を抑えながらですが場内に大きくアピール。さあ担ぎ上げた、このまま回すのか、あっとそこにハーレーが助けに入ってカウントがいる。カウントは2。トミー・ランの非常にすがすがしいレフリング、先ほどからキビキビとした動きを見せてくれます。さあニュートラルコーナー、三田悦子がレオ北村を担ぎ上げてそのまま落とした。そして下田美誠、三田が抑える。さあ全員で助けに回るがどうだ、これはカウントは2。これ攻める方も全員、頼む方も全員、はい、まあホール行った時はね、全員が相手を抑えるのか。決めてきました。そうですね、やはりもう短期決戦という感じですかね。そうですね、でもあとロープの外には飛んでいる、バットが倒れている。バットが飛びましてね、ハーレー斉藤にわずかにかかりましたが、それほど大きなダメージはないと思います。はい、ちょっとどこで何が起こっているのか見失ってしまうような、そういう激しい戦いになっている。前場としては勢いでね、何も取りたいでしょうね。さあ一気に持っていきたいのかと、これは自爆、おっとうまく見ていた、カウントが入る。どうだこれは、カウント2、わずかに返した。ロープに振って逆に返したのはハンダ、そのハンダを狙っていた下田美誠が、これはどうだ、南がうまく入ります。レオ北村はすでに消えています。 LLPW は4人で戦っています。ソバットは誤爆。ニュートラルコーナーにはドロップキック、ほとんど直角ミサイル炸裂です。ジャーマン、これは決まったか、決まった、神田美希脱落。全日本女子はまだ全員生き残っています。 LLPW が早くもレオ北村、神田美希と消えています。大沢の膝が待っていました。そしてイーグルとのやっと、これはあっと後ろからラリアット炸裂、ジャーマン、いや切り返した、カウントはカウントは2。萩原さん、だんだん声が出てきたんじゃないですか。そうですね、ちょっと血が騒いだ、シビトスキーバックブリーカー、しかしこれはかわした。さあ南です、
ますよ。南がバーボム、大沢も激震。 MLPW は残すとこの2人。イーグルが決めた。一瞬の隙を突いてイーグルが南鈴鹿アット、ありがとう。ラリアット2連発であっという間に2人潰しました。パワーボム、これもダメか、これは助けに入った。どうですかこのパワー、すごいですね。もう全然問題なしというようなパワーを見せつけました。これアスカさんのパワーももう真っ青ですね。パワーボム、これはたまりません。パワーボム2発を食った三田悦子が沈んだ。どうぞ振り返りにしましたね。フル中野、そしてイーグル沢井です。場内が、日本武道館の場内が大きく開いています。ラリアットの応酬、ブルラリアット、イーグルのラリアット、両者とも倒れません。勢いをつけた、この肉弾戦はイーグル2軍配。カウントはどうだ、ブルがこんな形で倒れるのは初めて見ました。さあそしてパワーボムかと、これはいかない。ブルがこらえた、逆にカウント2。この重量戦、そこにバットも参加してきて、2人のパワーボム、これは場内はギロチンに行きたい。ギロチン、誤爆、このギロチンが誤爆、これは痛い、全日本女子にとっては痛い。上がる、ダイビングヘッドバット、これはブルが余裕を持って返していきます。バットも詰めていた、あっとこれはどうだ、このスープレックスはどうだ、得意技ドラゴン持ってきました。ブルが攻め込まれてますね、これブル狙い、バット完全に無視してブルを先に潰してしまおうという作戦に出ています。青コーナーとソバット、なんと青コーナー最上段からのローリングソバット。とにかくあの試合前から LLPW のところはですね、ブルからスリーカウントを取ると、もうソバットを勢いつけましたね。そうですか、そのブルがたまらずに、あっとの打ち合い、もう一発いくのか、これはハーレー、ハーレーのソバット炸裂。さあ振り返したバット、いやエンズイゲリはまたハーレーです。かろうじて返していくバット、思わずバットという声が場内から飛んでおります。もう萩原さんももう全日本女子の応援だけですね。こうなりますとイーグルさえムカつきますね。ちょっと思わずバットという声が出てしまう、あっとソバット、バットのソバット、イーグル沢井、イーグルブー、イーグルブーという萩原さん、あの一応放送ですからね、放送ですから、さあローリングソバット、これは自爆、誤爆、今度は捉えた、今度は捉えた、イーグルが大の字になっている、決まったか、カウントは2。こうなるとどうですかジャガーさん、はい、ブルとしては決めたいとこじゃないですか。そうですね、決めたいですね。さあそのブルが出てきました、パワーボム、スタンプホールドのような形になった。カウントは2、そしてやはり最後はギロチン、ギロチン、サクレッツ、日本武道館に
チンを返したのはアザだけだったんですけどね。アザとアザとイーグルだけ、ね、イーグルブルのキノチンを返した。さあニュートラルコーナーに登ったのはナダレシキ。ちょっと崩れた、カウント返る。両者とも死力を尽くして戦っています。バットが出てきた、ブルに何とか取らせたいバット。ここはブルの射程距離にこのイーグル澤井を叩き落とすことができるか。さあ大文字になっている、声が枯れちゃいましたけどもね。まあそうですね、すごい試合でしたねこれ、まあ、最後はね、やっぱりブルのギロチンとねバックの浴びせ蹴りがね、はい、うまく相乗効果を生んでね、やっぱりこう連携プレーの勝ちだと思いますよね。はい、ジャガーさん、はい、やっぱり最後ブル、そうですね、やっぱ元王者の貫禄ですよね、決めてくれましたね、はい、萩原さん、はい、拍手なさってますけど、はい、どうですか感想一言お願いします。いやなんか最高の結果ではないですかね。もう嬉しくてしょうがないですか。バット選手すげえかっこよかったです。大満足の萩原さんです、はい、全日本女子が1勝を挙げています。見事な勝利を収めました全日本女子チームです。はい、こちらにどうぞ。おめでとうございました。さすがという感じの試合を見せてくれました。代表してブル中野選手に行きたいと思いますが、今日の全日本女子この5人のチームワークどうだったですかね。チームワーク良かったと思います、楽しんで勝てたんで、面白かったです、最後1回ギロチン返されて、はい、やっぱイーグルも実力つけてきてますからねこの対抗戦で、やっぱこれから気にしていかなくちゃいけないレースです ね。最後おたけび上げましたが気持ちよかったでしょう、武道館のおたけびは。はい、はい、楽しかったです、はい、どうもお疲れ様でした。全選手本当に素晴らしい活躍でした。おめでとうございました。ドタバコカイの清潔な成長体 FM 知ったこのカット、今ある。本当山田敏夫がゆっくりとリングに上がってまいります。
遠くに伸ばすほど勝ちました。日本武道館1階席2階席3階席超満員のお客様を集めています。大学生ギル選手デッドヒートクラス30分一本勝負を行います。青空は FM の140番のなでのゆきえいかにも団体こういう予選であります。リングアナウンサー選手の紹介で場内が沸いています。この試合は30分1本勝負であります。さあ阿部さん、たくさんですね、まあ、あの工藤めぐみといえばかつて全日本の、ね、選手だったわけですね、この工藤が若い後輩鍋の今日はコンビに選んでますかね、うん、そうですね、まあ、逆に言うと工藤やりやすいんじゃないですかね。あ、そうですか、鍋の元気ですからね、はいはい、それを動かしながら自分が要所を締めるという形になれればね。さあこのタッグ戦大いに注目したいと思います。ロングが鳴りました。あ、同じようなコスチュームになりました。山田そして工藤めぐみであります。まず先制攻撃は山田敏夫だ。さあ足を出す、キックは十分に警戒している工藤であります。さあその足を取った、逆襲しております。工藤めぐみ、さあ今度はどうするか。場内がシート室まで帰った。お互いに強烈なキックを持っております。さあ山田が行く、胸元から顔面に髪の毛を掴んで、今度はラリアート一発コーナーに詰めている。そして容赦のないキック攻撃でやります。今日はゲストに萩原雅史さんをお迎えしてますけども、はい、萩原さん、あの、はい、山田敏夫のね、はい、レスリングなんかどういう風にご覧になってますか。僕個人的に結構山田選手好きで。そうでしょう、今日はなんかいつもと雰囲気が違いますね。そうなんですよね、この人はあの大きな舞台でお客様の声援があればまたうんと燃える選手であります、大いに山田敏夫のファイトが注目されるところであります。そして全日本女子プロレス今一番人気のいい選手であります伊藤薫、空中殺法華麗に舞っております。今日の伊藤薫、今日はあのジャガー横田がね解説ということなんですけども、ジャガーにとっても愛弟子なんでしょ。そうですね、工藤ですか、伊藤ね、工藤も山田みんなそうですね。みんなそうですよね、今団体違くてもね最初は一緒でしたからね。特にこの伊藤薫はねいろんなあのジャガーの技も引き継いだと言いますかね。そうなんです、私直伝にね、あの直接教えましたからね。ヒップアタックもあるし、そういえば工藤めぐみもやりますよね。そうですね、まあ、彼女も新人の時にね、この辺がなんとも面白いところであります。まあ、ですから団体対抗戦って今銘打って行われてますけども、まあなるべくしてなったと言いますかね、まあこれがあの当然の希釈というんでしょうか。そういった感じも安倍さんしないではありませんね。まあ、そうですね、はい、いろんなところにこう種がまかれてね。そうなんですね、それが一度にまた戻ってね、死、を、決するっていうのはね楽しみなことですよね。全日本女子プロレス創立25周年記念第3弾同館上を出て超満員のファンを集めております。さあカウントが入ります。この一戦アスカはどんな期待を持って見てますか。そうですね、やはりこの大観衆の中でいい試合をしてくれることを一番望んでますね。なるほどね、まず工藤めぐみ先陣を切っておりますが、今日は工藤めぐみ鍋のゆきえとのコンビであります。 FMW、 まあしかしこうして見てますと、JWP といい、あるいは LLPW といい、それぞれの選手がですね最初は大したことないんじゃないかなと本当に失礼ながら思ってたんですけども、こうして大きな舞台で見てますとみんな力を伸ばしてきてね、面白い団体対抗戦が今実現しているわけであります。本当にアスカ良かったと思うよね。そうですね、そういった意味では女子プロレス全体がねこのレベルが上がってきてるような気がしますから、そんな中でやはり全日本女子プロレスの看板を背負っている一人であります山田敏夫。これ
あのコスチュームのことなんですけども、たまたまこんなことがあるのか、それともあの話し合いかなんかで今日は合わせたのかな。いや、たまたまでしょうね。たまたまってこともあるわけ。山田も新規ってね、久々に足出してますからね。そういった意味では本当にたまたまだと思いますよ。あ、そうですか。山田がいつ以来かなって今本部席で話してたんですね、ああいうコスチュームというのは、はい、髪切りマッチ以来かななんて今話してたんですかね。はい、いろいろ期するものがもしかしたらあるのかもしれないですね、うん、そうかもわかりませんね。さあ、まあ、とにかく山田にとってみれば先輩後輩というね、工藤選手となるわけですけれども、もうそんなの全然関係ないと、はいはい、工藤選手ももうそんなことは言ってられない、うん、もう前女対ね FMW なんだからと、はい、もう昔のことは全く考えていないということでね、うん、そうなんですね。あ、ブーイング起こってますよね、三宅アナウンサーからのねレポートの最中だったんですけどもね、ワンクッション後ろから行きました。そして今ナベの登場をしてまいりました。この小さな選手に対しまして大きな声援であります日本武道館、今注目の選手の一人であります。さあ、この人が元気いいんですよ。アスカ、そうですか、試合見るの初めてなんですよ。とにかくあのね、元気でレスリングをしている選手と、こう言ってもいいと思います。あの坊主頭もね、FMW の興行で髪切りマッチやったんですよね。そうそう、コンバットトヨタとやってね。トヨタとやったんですか。この人はあの愛知県美祭市の出身なんですけども、愛知でやって、確か名古屋だと思いますがね、試合に負けて丸坊主になりましたのが7月30日でした。ジャガさんも昔坊主になりましたね。うん、そうかもしれないな。はい、まあ、あの髪切りで丸坊主になった経験っていうのはね、本当にあの女性だけにいつまでも忘れることができないと思いますが、しかしそういったあの悔しさっていうのをバネにしてね、この小さな選手がね、大きな選手に今サポートしているわけであります。鍋野です。鍋野に対しまして先輩の洗礼というんでしょうか、強烈に足を払っております。山田、さあまた行った、強烈なキック。ナベルもちょっと左足が、ね、悪いみたいですよね。そうなんでしょうね、ちょっと大きなサポーターが巻かれております。ナベル、しかし容赦はありません。格闘技であります。向かっていきます、向かっていきます。今日は山田さんにも本当に向かっていくしかありません。自分のファイトを出し切るしかありません。こう言っておりました。ナベの行方だ。さあ、何か山田がタジタジとなっております。島田さん、あの、はい、ないのはあの前に出ることしか脳がないんですというようなことを、ね、うん、言ってましてね。あ、そう、そしてあの今回が全日本女子初登場でしょう、はい、もう本当に気合がね、この本部席にでも伝わってきますね。そうでしょうね。はい、さあ今度はそして工藤山田の対戦ということになりました。久々に見る工藤恵選手、ジャガー横瀬さん、はい、どうですか。まだちょっと硬くなってるようなんでね、相手の出方を見てるようなんで、ちょっとまだ元気がないなっていう感じですけどね。今日はね、とりあえずあの FMW を代表する顔として、しかもあの期待の注目の新人をねコンビで選んでますんで、ややあの工藤めぐみ選手精神的なプレッシャーがあるかもわかりませんね。あると思いますよ。はい、工藤ちょっと痩せたような感じしますね。今日もね、あの控え室で僕もねちょっと話を聞いてたんですけども、まあ痩せたというかね、何かあの綺麗になったというかね、そういった感じがいたしました。さあ、そしてまた鍋の登場をしてまいりまして、場内が沸いている。まあとにかくあのレスラーとしてはね新人なんですけども、向かっていく根性は見上げたもんであります。鍋の行方、今日は山田そして伊藤薫、こういったところと対戦するわけであります。強烈に一発、背中にキック。さあ今度はどうか、一発か出ました。まあ、この鍋の選手っていうのはあのどこでもオーディションで書類を出してもね、大体あの阿部さん、書類選考でね不採用になるんですって。しょうがなくってね、大仁田敦さんのところに直談判で言ったそうですよ。私はあのレスラーにしてください、教えてください。この意気込みにね、大仁田敦が惚れましてね、じゃあ練習したらどうかということで、まあこうして日本武道館のね今やリングに登場しているわけであります。さあ、伊藤と鍋の対戦になりました。この試合は30分1本勝負です。元気の良さ出てますよね。出てますか、やっぱこんだけの大会場でね、はい、まあ、こんだけ思い切りね前へ前へ行ける選手というのはなかなか少ないですよね。おそらくあの身長なんかね1メートル60ないことは確かですね、1メートル50ちょっとぐらいなんじゃないでしょうか。格闘技者としてはね本当にもうどうしようもないんですが、しかし鍋のも今戦っている伊藤も同じようなねやはり完璧を乗り越えて今や注目の選手として活躍しているわけであります。あーたったった山田が行った。さあ山田が後ろから後頭部に一撃を加えました。さあ工藤めぐみ、そして
うんと、これは合体、大攻撃はダメ。おお、またもいった。さあ今度はギャップを取ってカウントはどうか。3つは入りませんでした。不動恵みであります。不動恵み、そしてダメルは今度は飛ぶか。トップロープから一気に飛びました。フライングボディアタック。さあちょっと伊藤薫動くか、止まってしまいました。さあまたダメルが行く、ダメルの行方。さあファンにアピールして、今度は一気にミサイルでやります。ミサイル攻撃、そしてまたカウントが入る。カウントは2つ3つか、2つでやります。なんとも憎めない顔をしておりますラベノ。新しいタイプの選手であります。おお、今度は1回転。さあどうするか。今山田にタッチ、そして山田が身を出した、コーナーに身を出して一気に行きました。さあエルボーを飛ばしました。そして場外に駆動を落として、さあ反応をアピールした山田、どういう風に料理をするか。駆動も出てまいりました。さあまた駆動、山田の体制になっております。さあ山田はなんとかこのナメドを仕留めたいといった感じであります。キックが飛んでいます。そしてもう一発いった、後頭部にいった。さあナメドどうこらえるか、またいった、円錐であります。さあ3連発4連発いった。さすがの鍋野もたまりません。今度に打って今リング上に倒れ込んでおります。そして今度は伊藤薫か。さあ伊藤薫がいった、ヒップアタック。さあヒップアタックでやります。また伊藤がいった、ヒップアタック。そして山田がどう鍋野を料理するか。さあコーナーに飛ばしておいて、さあ伊藤がいった。そしてラリアート、集中攻撃鍋野。鍋野苦しい、どう持ちこたえられるんでしょうか。また伊藤薫が行く。さあ伊藤両立ちだ。ロッドスタンプは空振り。ネックブリーカードロックに行ったのは当面であります。 FMW も鮮やかな反撃だ。さあ今度はバックを取って、うんと後ろ一回転、なかなかいいところ、いい動きを見せている工藤めぐみ。一転して今場外だ。そして伊藤だ、なだれ式行っている。目が離せなくなりました。いい作戦が展開されております日本武道館。さあ叩きつけて、今度はアートとスタンプいった、ダブルでいっている。これは2発、はあ3発いった。まだまだ我慢している、まだ我慢している。ほとんど動きません、ほとんど動きません。辛抱強い選手ですね。全く動けないか。ここでカットに入って、カウントはカットに堅固。頑張っている鍋の池であります。なんとも個性的な選手です。打たれ強い選手であります。もう一度ボディースラムから、また行くか。さあ伊藤薫、トップロープに上がる山田、そして工藤恵、激しく争っておりました。カットに入ったのは工藤恵だ。さあ伊藤の戦国をも突き合わせた、そんな感じであります。さあ伊藤が最後のとどめを刺そうとしておりますが、工藤がカットに入っている。山田と工藤また場外戦を展開、場外戦の展開。そして伊藤が飛んだ、場外のフラッシュタップはどうだったか。決まりました、決まったか、完璧に決まった、決まった。ああ違う、そしてあ決まってます、決まってます。鍋のいったフラッシュタップ入った、ドンピシャに決まった。片エビの体勢だ、カンパスに、カンパスに入りました。 FMW 鍋の起動全戦決闘へ。そして伊藤薫、単独の勝利でした。まあしかし阿部さん、負けるわけにはいきませんもんね。はい、見事な連携プレー、山田伊藤両選手こちらの方に戻ってまいりました。試合前もいい汗かいてましたが、この汗もいいですね。そうですね。どうですか今日の試合は。まあ鍋の選手がまあよく張ってきたりしたんで、うんうんうん、まあ、初めて当たったにしてはあそこに張ってきたんで、うん、ちょっとはあれですね、うん、認めたいと思いますね。あの当たったことない選手に対して初めて全日本女子の舞台に上がってきて、そうですね、うん、あの自分が出す蹴りにもめげず、うん、向かってきたんで、それは褒めたいと思います。あ、そうですか、はい、さあそして最後は渾身の場外へのダブルフットスタンプでしたが、手応え十分だったでしょう。そうですね、いまいち乗りが甘かったかなと思ったんですけど、うん、あれを完全に決めれるようにして、うん、もう場外アウトでも十分起きてこれないぐらい威力をつけて、うん、はい、また次に進みたいと思います。そうですか、はい、しかし2人ともいい汗かいて本当にいい顔してます。お疲れ様でした。ありがとうございました。
それは単なる卒業旅行のはずだった。君こそスターだ。旅行に行って騙されてなんとアイドルデビューしちまった。これがしかも芸名は一発太郎だって。思いっきり笑っちゃおうか。この際卒業旅行日本から来ました。風爽やか今女子プロが輝く93富士山系レディースクラシック。9月3日4日は女性入場無料。前売り券のお問い合わせはご覧のところまで。ジャーナリストとして詐欺に誘拐発掘したい。どこでも攻撃どこでも過激日本列島ゴーゾーンだ。イフもしも誰もが人生を歩むそれはゲームなのか。出世だけが人生か。そして避けられない道。結末が2つあるドラマ木曜夜8時。お茶目でひょうきん女優夏木みどりが帰ってきた。今度の事件は花嫁殺人事件。ちょっと本当みどりの推理が冴える。丸亀城伝説殺人事件。阿部さんね、リングへの登場の仕方といい、うん、それからリング上の態度といい、全くの違いますですね、2人は。本当に好対照ですよね。水と油ですね。この一戦、どういうふうに阿部さんは期待を持ってご覧になりますか。まあ、今日ですね、今日の中ではね、一番こう予想のしづらい試合ですよね。あ、そうですか。本当にどんな方になるのかなっていうのはね、はい、ご期待とね、うん、なんとか不安もちょっとありますけどね。そうですよね。さあ、早くもそういった点がね、如実に出ております。日本武道館のリング上であります。神取忍はもう全く悪い感じであります。一方、井上京子、さあ相手を挑発しながら、あ、見事一発先制攻撃は井上京子。
これは当たりが見事であります。今度は神取が起こった。神取が起こりました。パフォーマンス日本一と柔道日本一の対決今始まりました。さあ目まぐるしい動きになりました。今度は井上、お早くも内野からドライバーが炸裂するんでしょうか。レンガの砲塔が一気に出るか。くるくる回し始めました。さあこのままどうか落とした。振り落としました。先制攻撃は井上京子見事にやります。度肝を抜かれましたが神取ちょっと相手が違います。とにかくアスカね、はい、観客を乗せて自分のペースを作るというのが井上京子、ね、このところ、まあ、今のところこれが成功してますね。そうですね、うん、まあ、京子は、ね、誰が相手でも自分のペースを崩さないところが強いですからね、はい、今日もそれをいかんなく発揮してますね。そうでしょうね。神取は初めからそのあたりは十分に意識しております。さあ次々に大きな技を炸裂させます。今度は追天井の構えに入りました。さあ一気に行くか。反動をつけて気合いものとも見事に釣り上げました。ロメロスペシャルであります。この辺り井上京子全くの独壇場であります。さあしかし神取がいつまでも黙っているわけではありません。依然としてちょっと苦戦を強いられている神取忍であります。萩原さんね、はい、本当は神取は、この日本武道館、はい、相手は北斗晶だったはずなんですけどもね。そうですね、でも井上選手との試合もすごく楽しみな試合ですよね。そうでしょうね、まあ、井上はね神取とやるんでファンからみんな大変だ大変だと頑張ってくださいよと心配されるが、この辺りが面白くないってことも言ってるんですよね。そうでしょうね、北斗選手に負けないぐらいの試合を見せてほしいですね、はい、さあ今度は1点いたしまして井上京子リング上に転落。ジャガーの、はい、神取の試合っていうのは前どっかでご覧になりましたか。横浜アリーナで、この時は北斗戦でね、まあ、球審の頃と大変なあの試合をやったんですけども、今日の神取忍の、まあ、リングに登場する仕方といいね、それからリング上の態度といい、ジャガーにはどういうふうに映ってますか。そうですね、神取選手っていうのは実戦でやってきた強い選手ですから、はい、とても相手の選手がやりにくいって言ってたんですよ、うん、いろんな意味でね、はい、ペースに持ってきにくいっていう意味で、でも井上と京子なんかは逆に自分のペースに持っていっちゃうのがうまいんじゃないでしょうかね。あ、なるほどね、塩野さん、はいはい、このあたりも試合前に聞いたんですけどね、今まで試合をしたことのない選手と当たるのはもうゾクゾクするんだと、ほうほう、で自分のプレスをするだけだ、今日はもう本当に試合前から興奮気味で、うん、何かこう非常に楽しそうなんですよね。なるほどね。神取を迎えて、うん、もう私はねこの日本武道館満員のお客さんを、はい、もう強烈に盛り上げますよという話をしてくれました。そうですか、はい、しかし阿部さん、この関節技をね、今度はどう井上京子がさばけるか。そうですね、まあ、井上もね体柔らかいですからね、はい、さあしかしそろそろ神取の反撃も始まりそうな雰囲気であります。井上京子、例によって井上流の今日はファイトを見せております。これが一番怖い技であります。脇固めに行こうとしております。さあなんとかこれを逃れようというの井上京子、どうでしょうか。入ったか。そうですか、腕引きが十字ですけどね。なるほどね、うまく井上が防いでますね。そうですね、やはり井上京子ってひょうひょうとしているような感じで、十分相手の仕掛けてくる技をね見るだけのやはり頭のいいレスラーってことが言えそうですね。展開を読んでますからね。あ、ここね、はい、さあどうしようというんでしょうか。両足を持った、おっと、しかしこの辺りは今度は神取がよく読んでおりました。ジャイアンツスイングに行こうとしたんですか。そうです ね、さあもう一回いいか、おっと、一回苦い、3、4、5、会場のお客様数を数えております。しかし今日はちょっと実家行きませんでした。今のジャイアンツスイングはアスカどういう風に見ましたか。そうですね、回し始めがちょっともたついてたんで、もたついてた、うまく
もう遠心力を使い切れなかったでしょうね、はい、やはりあの入るタイミングというのが大切なんでしょうね。そうですね、やっぱり最初の締めがやっぱり重要なんですよ、うん、ははそして叩きつけておいて逃げた。さあどうするか、うん、ここで一気にエルボーだ、ボディに命中。さあカウントが入る村山大地、たった2点の強烈なエルボーが入りました。速攻でやります、井上京吾速攻。さあまたもファンにアピールでやります。しかしカンドリも必死でやります。顔面に一発パンチをくれました。そして今ランロープに上がった、一気に切った、イサインキック炸裂、十分なスピードがありました。ミサイルキック一発、そして今度はトップロープに上がろうとしております。さあ井上京子ここからいった、何かあのえぐるような感じでね、あれ聞いてるんじゃありませんか。いい角度で入ってます、さあカンドリー必死にこらえているカンドリー。さあ井上京子まだとどめを刺すまでに至っておりません。今度はどうでしょうか。さあ持ち上がりません、今度はカンドリーが行く、カンドリーが行く、パンチをかけました、右フック一発、カンドリーこらえました。15分経過、今場面につけられました、脇固めいった、これはどうか、うまくかわしました。この辺りは十分相手の技を研究している今日の井上京子であります。おっと今キックが飛んだ、あ井上京子立ち上がる、ハンドル相当なダメージを受けております。井上大きなチャンスを迎えました。さあ京子京子大きな歓声が湧いております。うっとこれはこらえた、懸命にこらえた、パンチ攻撃をくれております。さあどうするか、おっとこれも落とした、そして行く、カウントが危ない、一転して今度はカンドリーとどめを刺すことができませんでした、全く目が離せません。ジャガー、はい、いい試合になりましたね。いい試合になりましたね、うん、一進一退だ、あったまたもかわした、このままどうでしょうか。アスカね、はい、今日 の, あの井上京子は、はい、カンドリーのいろんなあの技に対しては十分警戒して先を読んでますね、はい、よく研究してますよ、はい、さあこれもカウントは2であります。1点2点3点の好勝負、どちらが勝ってもおかしくありません。しかしカウント3は入りません。もう 2.5 度が何度あったでしょうか。さあいった、あそこからのラリアートであります。スピーディーな攻撃、持ち上げた、前に叩き落としております井上京子、バックファイト。さあ闘志を前面に出してまた片襟の体勢に入る、これも 2.5、 これも 2.5、 ファンが足を踏み鳴らす日本武道館、興奮のブスも甲子園が展開されております。ナイスファイト、井上京子冷静です。また入った、また入った、また入りました、脇固め、今度はがっちりと入った、ポジションがいい、ポジションがいい、あーっとこのままギブアップか、足を伸ばした、入った、足が伸びました、必死だ井上京子、再三による脇固め。さあまた中央に出した、これが阿部さん、やはり井上京子にとって一番怖いですね。そうですね、はい、今度は動けないですね、動けないですね、はい、あそこ手が固まらない、ピンチになりましたね。あーっと僕の妖精だ、井上京子で宣言と終えます。恐るべし、恐るべし、カンドリ、いやー参りました、井上京子で宣言と及びませんでした。終始何かあの
リードしていたと私は思ってたんですけどもね、まあ、よく関節技を研究してたんですけどね、最後の技はあれですね、藤原義明あの師匠のね、そうですか、藤原のあの直伝のやつですね、なるほどね、腹固めでね、あれ大変でしょう、足で腕を固めて、なるほど、逆の腕を固めて、そうですか、じゃあもう全く動けなくなっちゃう、そうですね、はい、なるほど、いやしかしやはりあの格闘技の両方の日本一神の後ろも恐るべし、日本武道館で井上恭子を下しました。やはりこの人はね、団体対抗戦恐るべき選手であります。神取忍入念として今返しに引き上げていきます。そして悔し泣きの井上恭子、超万人1万4500人のファンに今涙のお詫びであります。苦しい試合を制しました神取忍選手です。おめでとうございます。非常に苦しかったんじゃないですか。最初に大きいのもらってたからね、あれでちょっときつかったけど、最後は逃げる井上恭子を捕まえて、藤原選手直伝の腹固め、そうだね、あれしかないって狙ってたんですか。チャンスがあればきっとチャンス出てくると思ったから。素晴らしいタイミングで入りましたけどね、まあ、向こうもそれなり研究した面あったし、まあその辺で。どうでした井上恭子選手の感じは。どんなもんなのかな、まあ、見ての通りじゃないかな。他に戦ってみたい選手っていうのをまたここで聞いていいですか。そんなもん当たり前のこと聞くんじゃねえよ、はい、というコメントが返ってきてしまいました。見事に神取忍選手が制しています。絵本から飛び出したピーターラビットと仲間たちがアニメーションになってビデオで登場。愉快で可愛い仲間たちが繰り広げる楽しいお話、好評発売中。石川さゆり音楽会93秋夢を見ましょう。青山劇場にて9月10日11日12日の3日間、各プレイガイドにて好評前売り中。ワーズワース流パスタ料理のすすめ、毎日の生活にパスタが息づくイタリア、彼らはなぜパスタに心惹かれ熱狂するのか。金曜夜11時はナポリを舞台に様々なパスタをご紹介します。いたずらスペシャル、おしゃまでかわいいおちびさんが大人相手に白昼堂々大いたずらパフォーマンス、土曜夜8時、天下無敵のちびったりやん。ある日突然とんでもないことに、内気な高校生が巻き起こす珍騒動、超能力でこんなことあんなことできたらいいな。ミラクルパワーで、みんな脱がしー、奇想天外はちゃめちゃコメディ超能力学園 Z、 土曜夜9時2分。
しました。チャンピオンのこれから入場です。と言われております。しかしその後ろにはしっかりとした技術の裏付けを持っているチャンピオンであります。リングに一礼して、さあ北斗晶、この日のための新しい装束、いでたちで登場してまいりました。試合に参加しまして、藤井クローザー様より両選手レフェリーに激励の花束が贈られます。風間瑠美、そしてチャンピオンの北斗晶、さらにボブ矢沢に対しまして花束。さあマイクを持った、どうか、いやまだ持っておりません。チャンピオンベルトがこれから返還されておりますが、まあ、返還というにはちょっと乱暴でしたね。まあ、ドーンと置いた感じで、取れるもんなら取ってみろか。なるほどね。そういった北斗晶であります。さあ改めてこれから選手の紹介。本日のセミファイナル武道館ワンデイブルース仁義なき掟オールパッシング選手権試合60分一本勝負。青コーナー挑戦者レディースレジェンドプロレスリング158パース風間瑠美。今日は団体の名誉のために命を懸けて戦うと公言しております風間瑠美。青コーナー選手権保持者デンジャラスクイーン全日本女子プロレス155パース北斗。そしてボブ矢沢がこの試合をさばくわけであります。おーっという今超満員の観衆から歓声が上がりましたリング上であります。今日はあの北斗晶がちょっと体調が良くないと、こういったあの情報も放送席に入ってるんですけどもね。そうですね、このところずっとね、あの左膝の調子がね、はい、もう一つこう干潮ではないんですよね。なるほど。その他にもですね、はいはい、実は背骨を痛めてるんですよ。あ、そう、で痛み止めを打っての登場ということなんですが、ちょっと心配ですね、はいはい、いやこの辺りが心配です。さあ起き上がることができるかどうか。今日はそうしますと痛み止めを打っての登場ということに長坂アナウンサーなりますか。はい、そうです。あの林コミッションドクターの話によりますと、はい、普通安静にしていれば2時間持つそうなんですが、うん、これだけ動かれると何分持つか保証はできないよということなんですよね。でもう一つ痛めている膝の方も痛み止めという話だったんですが、はい、そちらの方は動きが鈍くなるということで、はい、本人自ら断ったそうです。あ、そうですか、はい、そういう状況での戦いになっています。まあ、北斗という人はね、ここ一番の本当に大きな試合でどこか体調を崩して悪くして非常にあの苦しい状況の中で、しかしここまでたかってまいりました。ベルトも守ってまいりました。今日は風間瑠美であります。とにかく明日か、はい、言いたい放題に風間瑠美を攻撃してましたから。そうですね、この一戦は因縁試合ですよね。うん、そういった意味ではそうですね、まあ、体現総合して負けたんじゃ何にもなりませんから、はい、この辺りはもう絶対に勝つしかありません。風間としては負けられないですよね。風間としては負けられないですよ。ある意味ではあの団体対抗戦、それぞれの団体の名誉をね、はい、沿っての対決とこういった感じになってまいりました。さあカウントが入る。しかしこれはカウント2であります。さばいているのがボブ矢沢であります。さあ今度は風間の身、早くも顔面真っ赤、そして重量攻撃か。さあコーナーポストから一気に飛んだ。しかしこの辺りは軽くかわされております。相手の動きをよく見ておりました北斗晶。さ
さあ今度はお返しの番であります。北斗がコーナーポストに上がった。今度はどうするか。一気に飛んだ。これもかわされた。お互いにちょっと空振りという感じになりました。攻撃今度はキック顔面に炸裂いたしました。風間の動きなんですけども阿部さん、うん、何かちょっとおかしいなという感じがありませんか。そうですね、最初のね、ファイルドライバーでなんか腰でもやったのかもしれないですよね。そうですか、先制攻撃でね、はいはい、そういえば2発ばかりありましたね、なんかあの後ね腰を押さえてね、はい、早いファイルドライバーがね、2発炸裂いたしました、まあ、でもこの辺りであるいはダメージを受けたのか、でもそろそろ取れてくることだと思いますからね、はい、さあちょっと両者とも今日は苦しいコンディションでの試合ということになりました。あの塩野さん、はい、6月にですね、風間あの大田区の大会で腰を痛めてるんですよ。ああそうですか。6月15日です、その痛めた腰がちょっと再発したのかな。体調は万全ではない、これはね鮮やかに飛んでキックを入れました。カウントは2であります、今ちょっと顔面強烈なキックが入りました。苦しくなってまいりました北斗晶。さあ北斗ちょっと苦しいぞ。今日はこのキックだけは十分に警戒しなくてはいけなかったんですけども、本当に重みのある破壊力十分のキック、2発3発と炸裂いたしました。たまらず北斗晶場外に。さあ風間が今トップロープに上がっている。これはちょっと厳しい状況だ。大一気に飛んだ。これはうまくかわした。今度は北斗お返しの番であります。さあ場外に一気に飛ぶか。さあどうか。今度は風間起き上がった。一気に飛ぶ。これはどうですか長坂君。後頭部を打ちましたね。後頭部打った、北斗の方もちょっと腰のあたりを打ったようには見えたんですが、そうですね、すぐにでもリングに上がってますから大丈夫でしょう、はい、今日は驚異の2人という感じになってまいりました。日本武道館オールパシフィック選手権試合であります。この試合は60分一本勝負。さあ今度は場外に押している風間瑠美。まだあやっと今起き上がったようであります。あもうすでに顔面は真っ赤であります。全身汗びっしょり。ちょっと苦しそうな風間瑠美。そして髪の毛を掴んだ。さあファンにアピール。おーっとこれはうまかった。今のは何かあの効いた技ですね。ノーダンライトに行こうとしたんですね。行こうとした。そこをうまくかわした。蹴りで逃げたんですね。蹴りで逃げましたね、いや今ノーザンバックでも早めに決着をつけようとしたんでしょうね。さあ、後ろに落とした。これはどうか。カウントが入るか。ボビヤザはカウント2か。なるほど。そうしますと風間瑠美としては当然やはりあの必殺技のノーザンライトもう、ね、研究してる、はい、これが入るともう大体かわせませんからね。さあカウントが入りましたがカウントは2であります。ノーザンライトボム、これが必殺技になっております。北斗晶リングネームもこれが由来しているわけであります。さあトップロープに上がりました。どうするか。北斗晶決着は早くつけたい。これもうまくいきません。かろうじてかわしました。風間組であります。今あのなんかボディに入ってますか。どう見ました。飛んだところをね、うまくボディに蹴りを入れましたね。そうでしたか。いいタイミングです、崩れ落ちましたね。これは苦しくなった風間瑠美。そして北斗晶であります。さあやはりああいったあの風間瑠美のですね、なんていうかあのよく冷静に見ているね、瞬間の蹴りみたいなの気をつけなくちゃいけませんね、さあバックを取った。今度はバックを取った。お互いにバックを取り合っております。足をガッチリと取った。足を取りました風間組であります。さあお互いに足を取り合っている、そんな感じでしょうか。さあこれはどういう体勢なのか。苦しくなった。ああ苦しくなった北斗晶。さあここでギブアップはできないぞ。ギブアップはできないぞ。髪を送り乱して苦しさに耐えております北斗晶。入ってましたね。入ってましたね。大丈夫ですね。はい。これは危なかった。さあ風間瑠美健康一滴。いやー絶好のチャンスを逃しました。これは悔しかった。
しかし痛めている左の足であります。膝を押さえるようにしております北斗、依然として大ピンチだ。さあ今度は体勢を1点2点、そしてどうするか、このままを通した、どうか、カウントは2.5、カウント2.5。まあ一旦のドライバー攻撃っていうのは北斗晶の得意中の得意であります。しかしこれをうまくかわしました。十分にやはりこの辺り風間の研究しております。さあ記録を振り絞ってトップロープに上がりました。ちょっと距離があります。お観衆にアピールしてミサイルキックに足を揃えました。さあそして片指の体勢に入ってカウントはどうか、カウントこれも2であります。必死にこらえました。ジャガーどうですか今日の北斗晶、ここまでの戦いぶり。そうですね、まあ初めてですよね、なそういう意味ではちょっとやりづらそうで、ペースにもいつももっと思い切りがいいような気がするので ね。おっと今平手を一本、そしてクロス、さあこれはどうでしょうか。クロスのスープレックス後ろに落としましたが、これもカウント2であります。さあ風間ルミ動きは決して速くはありませんが、しかしなかなか一つ一つの技破壊力を持っている。このまま落としました。ああ、なかった。ピラミッドドライバー叩きつけるような強烈な技を今仕掛けました風間組ではあります。やはり今なんかあの相当背中も叩いてるんじゃありませんか。そうですね、叩き落とすような形になりましたからね、そうですよね、叩きつけられました。後楽園で痛めました背中、何か骨が飛び切るような感じになっておりまして、今日は痛み止めの注射を打っての登場であります北斗晶。さあどう決着をつけるか、ちょっと後ろに落とした、今のは何ですかね、ちょっと変わった感じを落としましたね。カウントはこれも 2.5、 まあ横捨てみたいな投げ方ですよね。そうでしたね、今度は風間組ちょっと大の字になりました。いやー選手が心配してますよ、 LLPW 若い選手たちがね今マットを叩いて女社長を激励しております。さあ立ち上がることができるかどうか、ここはファンにアピールいたしましてチャンスを迎えました。決着をつけることができるかどうか、落としたローダンライトボム、そしてカウントが入った、3つ入った、2回目は失敗しませんでした。必殺技炸裂でありますました北斗晶、見事に決めました。伝家の宝刀風間組、いやーこれはどうしようもありません。十分に警戒して警戒して警戒し尽くしておりました。しかし一瞬の隙を突きましたですね。そうですね、鮮やかでした。今日の全日本女子プロレス創立25周年記念武道館上列伝第3弾であります。観衆14,500人、北斗晶見事期待に応えました。さあやはり今北斗晶のところにマイクが運ばれております。これをファンが待っていました。マイクパフォーマンスであります。正解なら晴れば晴れ、お前のような社長やるなんて言わないよ。その代わり監督とお前の本当に社長なら決着つけさせろ。なるほど、社長を辞めろとは言わないと、お前が社長だったら監督と決着をつけさせろ。新たなねやはり挑戦ですね。認める、大丈夫、私はまだあんた諦めない、それだけ覚えとけ。これも潔く敗北を認めました風間海。まああくまでもこれはやはり第1弾ということなんでしょうね。これからまだまだ戦いの歴史が繰り返される、そんな感じもしますですね、阿部さん。まあ、それはあるでしょうけどね、はい、まあ、やっぱ北斗がね、別に風間戦にかける強い、はい、が現れたと思います。
お出た超満員の日本武道館カルトの忍ぶに今改めて挑戦状を投げつけておりますマイクで挑戦状を投げつけておりますポッカーキラーカンドリーを呼んでいるさあカンドリーどこにいるかカンドリーも挑戦これを受けるレスラーであります大歓声の中カンドリー登場してまいりましたいつかは決着をつけなくてはいけない相手でありますカンドリー集しているカンドリー軽く挑戦に応えましたマイクを投げ捨てましたいつの日か北斗晶そしてカンドリー忍ファンが待ち望んでいるカードが実現することに期待するしかありませんはっきり決めたんだからとなりましたマイクパフォーマンスでありますカンドリー受けておりますさあお客さんの前ではっきり決めようと言っているこれがあるわなんとかやってやってきた私は北斗晶先生に投げたなお前逃げる捨てゼリフこの当たりはしたたかカンドリー忍チャンピオンベルトを防衛してチャンピオンベルトが戻ってくる前に認定証が読み上げられる前に早くももう気持ちっていうのはカンドリーに行ってるんですね北斗っていう選手は返上させてくださいこれはかっこいいオールパシフィックのチャンピオンベルトは返上させてくださいですか阿部さんそうですね、はあ、何かコミッショナーの立場ありませんねまあでもね団体タイトル戦ですからね、ベルトは必要ないことは必要ないような気もしますよ ね、 なるほどね、こういう形で持てる環境を持てますと、はい、ということもありましてあっさりと白いオールパシフィックチャンピオンのベルトを返上いたしました投げ捨てた北斗晶でありますいや今日は超満員の日本武道館いろんなことがありました改めて阿部さん、マイクパフォーマンス、まあ、大勢のファンも期待してましたですけどもなかなかこれはこれでね、やはり聞いていてねかっこいいなと思いますよねやっぱそれは試合内容がね、はい、やっぱりこう強さを見せつけましたからねそうそこが一番じゃないですかねいずれ、北斗の今日は完勝だったと思いますよそうでしょうね、はいはい、しかも自分の得意技でね、はい沈めた北斗の完勝でございました、一つ飛鳥からもね、はい、お願いいたしますはいそうですねやっぱり北斗対風間の試合は北斗の快勝だったと思いますし、うん、またね今やったように12月に対カンドリ戦を選手生命をかけて戦うということなので、まあ、北斗選手今怪我が多いのでね、うん、12月までには体調万全にして、ね、いい試合を見せてもらいたいと思いますはいじゃが、はい、大先輩からも一言そうですねこの対抗戦がね一、はい、人ずつの選手を成長させたということで、はい、すごい素晴らしいことだなと実感してますそうですか、萩原さん、はい、今日はだいぶ大きい声で叫んだりそうです、ね、十分楽しんでいただけましたか、いやいやでも12月の北斗選手と神谷選手の試合もまたぜひ見に行きたいと思いますんで、こちらからもお願いいたしますね、ありがとうございましたありがとうございましたはいそれではですねお今長坂アナウンサーが控えしたそうでございますねそれではぜひ北斗にインタビューしてもらいたいと思います、オールパシフィックのベルトも返上して思いは12月国技館という北斗晶選手ですどうぞ今何か喋ることがあったらもうマイクアピールで済んでると思うんですけれども別にないやはり12月6日国技館ですか聞いての通りだそれが最後の決着だよそれで選手生命をかけるというコメントありましたけれどもそういうふうにちょっと待っていいんじゃないの決意の北斗晶選手です
団体対抗戦また次々にですねこう期待に胸が膨らむとそういった感じになってまいりましたが、超満員今日は 14,500 人1階席2階席3階席超満員でございました。この辺りでお別れしたい。最後にフィニッシュシーンをご覧いただきたいと思います。